やる気出さないと勉強できないんですとか、なんかそういうやる気に頼ったりモチベーションに頼ろうとするスタンスがそもそも二流三流じゃないのって話を多分よくしてるんだと思う。毎日100のエネルギー出さなあかんと思ってもうしんどくて挫折しちゃったりとか、そういうそのエネルギーの使い方がすごい下手な人たちが毎日勉強継続できてないと。困ったらまたエンジンかけるんですよ。そうだよね、かかるんですよね。そこはだから走り続けることの理由になるかもしれない。そう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 。皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの吉村です。皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの太田です。今日なんですけれども、はい、吉村のモチベーション実は存在しない説徹底検証してみた、ほうということで、はいはいはい、あれですね、水曜日のダウンタウンみたいな、まあ持ち込んできた芸人の人みたいな感じかなそうですね。でこれどんな説かっていうとですね、吉村さんがモチベーションとかもしくはやる気とかそういうのってあんまり勉強に関係がない、うんうん、重要じゃないって言ってることをまあよく聞くんですよ。はい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 、よく言ってますよ。言ってるね。言ってますよね。なんかそんな感じのこと言ってる気がする。言ってますよね。で、なんかそれが、その、吉村さんなりの哲学なんかなっていうふうに、まあ、ああ、なるほどね。思ってたんですけど、じゃあどういうことかっていうのはあんま分かってなかったんで、自分が、はいはいはい、僕らのトークのところで聞いてみようかなというふうに思って、このモチベーション実は存在しない説、徹底検証してみたということで。はい。あ、なるほど。まあ、なんかこれ多分受験生の子とか、まあ、仕事でも多分ちょくちょく言ってると思うんやけど、あ、はい、モチベーション動機づけやんか、はい、何かをするような動機になる出来事は、まあ、あるのはあるやんか、はい。言葉があるからモチベーションはまあ、存在はしてると思うよ。こういうことがしたいからこれを頑張るとか、あると思うんやけど、はいはいはい、その、モチベーションとか、やる気とかに左右されたり、一種のドーピングみたいな感じで、モチベーションを上げて勉強をするとか、やる気出さないと勉強できないんですとか、なんかそういうやる気に頼ったりモチベーションに頼ろうとするスタンスがそもそも二流三流じゃないのって話を多分よくしてるんだと思う。あ、なるほど。まあ、モチベーションは存在、まあ、しない説って言ってるからしない説っていくんですけど、はい、受験生の人に当てはまると、まあ、勉強するわけじゃないですか、はいはいはい、でも受かる受験生ってこのモチベーションとかうんぬん言わないよね。うん、やって当たり前の状況で何をやるかどうやるかって話をするだけであって、だからモチベーションとかに頼ってるのが、まあ、まず大間違いだと。なるほど。いうのはある。で、まあ、よくしてる話として、勉強習慣がない子、今まで勉強してこなかった子たちっていうのが、まあ、例えば、10のモチベーションとか集中力があれば、1日勉強できると。いうのに、慣れてない子って、そこで自分のフルパワー出すんよね。はいはいはい、100ぐらいのエネルギーを投資して、なるほど。勉強やるから、1日でもう、むちゃくちゃ疲れるんよ。なるほど、なるほど。で、次の日も、本当は10のエネルギーで続けられるのに、毎日100のエネルギー出さなあかんと思って、もうしんどくて挫折しちゃって。うん、そういうそのエネルギーの使い方がすごい下手な人たちが毎日勉強継続できてないと。なるほど、なるほど。なんか今聞いてて思ったんですけど、その受験って、まあ、要は長距離走じゃないですか。毎日毎日こう積み重ねで行くのに、うん、要はその短距離走で頑張るみたいな。ここまで頑張ったらもう休めるみたいな感じで本気出して、まあ、体も疲れてるから、うん、休憩しようみたいな風に捉える。そう、その捉え方が良くないってことなんですかね。そう、そういうこと、そういうこと。なるほど、なるほど。で、その、そういう人に限って、今日はやる気が出ませんとか、はいはいはい、今日はモチベーションが湧きませんみたいな言うんやけど、はい、まあでも厳密にはモチベーションとやる気ってまた違うと思ってて、はいはいはい、モチベーションってまあ動機づけやから、行動を起こすことになったきっかけの理由とか出来事よね。なるほど。だから、勉強するモチベーションっていうのは志望校に受かりたいっていうところに信じてる人もおるし、はいはい、受かった先にこういう職業に就きたいっていうのを信じてる人もおる、うん。その目的のところが一応モチベーションにはなると思うんやけど、なるほど、なるほど。まあそれはみんな一応、あるはずなんよ、はい、何のためにっていうのは、はい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 、何かしらの動機づけをされてるわけなんですけど、はい、毎日勉強とか仕事をするっていう習慣化をしてくると何も考えずにもうやるわけやん。なるほど。その当たり前の状況に達してないのがまずやばいよねって話をめちゃくちゃしてる。だからモチベーションにまあ左右されない。なるほど、なるほど。左右されては、まあ、いけない。いけない。ブレがあってはいけない。なるほど、なるほど。だから、急にやる気出す必要もないし、毎日やるべきことを淡々とやってれば、それでいいんじゃないかと。特に勉強においては。運動部の練習みたいに、毎日ハードなトレーニングとか、ランニングがあるわけじゃないですから、机にすら座れないのはどうなっていくんだっていうのは、厳しめの話するときはしてる。なるほど、なるほど。なるほど、そういうことですね。モチベーションとやる気が違うっていうふうに言ってたじゃないですか。モチベーションは、まあ、理由ってことですよね。頑張る理由。頑張る理由、大義名分みたいな。なんで頑張るのかみたいな。そうそうそう。なんで勉強するのか。そう。やる気はどういうふうなものなんですかね。まあ、やる気、それこそやっぱガソリンじゃない？だからないと走れないし。まあ、体力みたいな感じですか。やる気って何なんですかね。まあね、すごいなんか、
チープやけど奥深い日本語よね。やる気。やる気持ちやんか。そうですね。まあガソリンみたいなもんやと思う。だから、その使い方を誤ると、それやる気もなくなるよ。エネルギーですから。あ、なるほど。じゃあその限界があるってことですね。ある程度。限界がある。で、それ1日に回復する量も決まってると思ってる。なるほど、なるほど。だから100ライフあって、はい、1日寝たら、まあ50ライフぐらい回復すると。はいはいはい、はい。ただマックス値は100のまんまやね、はい。それを1日で100使い切ったら、次の日50しかないわけですから。なるほど。諦めちゃうよね。はいはいはい、それを毎日ちゃんとやり続けるためには、そのやる気とかエネルギーの部分を省エネでいかないといけない。なるほど、なるほど。ってなるとやっぱ習慣化しないと、習慣化すると使うエネルギーが減ってくる。なるほど。まあでもまさに車もそうですよね。その、急発進、急ブレーキするとガソリンが減るじゃないですか。あ、そうそうそう。アイドリングストップをしないといけない。なるほど。だから、ゆっくり止まって、ゆっくり走る。あ、そう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 、そう、まあ。変化あんまつけない。法定速度で走れば。そう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 。あ、なんとなく、吉村さんの哲学が分かってきた気がしますね。いや、まあ最初はしんどいと思うんやけど、はい、俺自身の中にはあんまり自分のモチベーション上げてるとか、やる気をどうこうしてるとか、うん、あんまりない。やることやからやるしかないっていう、うんうんうん。くじけそうになる人おるやんか、なんでも。そうですね。仕事も勉強も、はい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 、スポーツとかさ、そういう時にどう乗り越えてるんですかみたいな、はい、ちょっと大枠な話をされる時があるんやけど、うんうん、止まるつもりはないから、はい、毎日やるのは普通でしょっていうスタンスはあるから、そこは参考にはならんと思うんやけど。でもまあその、ちょっとしたテクニックはあるよ、やっぱり。面倒なタスクは午前のうちに終わらせるとかもそれもそうだし、場所を変えてみるっていうのもあるけど、もうやりたくないとかには全然なれへん。ああ、なるほど。面白いですね。だから走り続けることはもう当たり前なんですね、吉村さんから。うん、だって死んでまうやんか。まあそうですね。続けやんかったら。確かに。だからそこの危機感っていうか。まあそうやね。それはだからまあない人は多いんじゃないかな。特に受験生の子供たちやったらやっぱり、まだわかんないやろうし。まあ確かに。お金がなくなっても家もなくなるとかないですよね。そう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 。でもそれも社会人になってから気づいても遅いなとも思うよね。なるほど。今のうちに自分のやることをちゃんと淡々とできるようなマインドがついてたら、うん、まずやる前提やから何をやるかってとかもフォーカスできるやんか、うん、でもやっぱり習慣ついてない子ってまずどうやって量確保するか、その一段階遅れたところからスタートするから、まあ、心当たりある人はめちゃくちゃまあビハインドだと思ってやっていかないとあかんよね、うんうんうん、そうですね。確かにもうやる気がないっていうのを言い訳にし勉強しなかったりとか、そうそうそう、モチベーションがなくなったから休もうってなっちゃう人は、今の話を踏まえて。そうやねんな。なんかまんままとまりある動画にはなってないんだけど。でもまあ結構大事なこと言ってる気がしますけどね。その、うん、要は、走り続けるしかないっていうのが絶対条件としてあるっていうことですよね。そう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 。うん、なぜ止まるって感じやねん。なるほど。なんていうの、もう助けを求めたりとか、うん、サバンナの中じゃありえないことが起きるわけやねん。はい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 。人間社会の。はいはいはい。もう僕ダメ。私ダメです、もういいんですみたいな、ほんまにもういいんやったらもう終わりなわけよ人生が。そうですね。そこで終了や。そうですね。それをまあ分かってない人はマジで年齢問わず多いと思うよ。うん。なんか誰か助けてくれんじゃないかみたいな。うん。誰かが助けてくれるんってもう死ぬほど努力したような人にしかついてくれないから。なるほど。そこは結構やっぱ学生のうちにちゃんと分かっとかないと、うん、社会出た時に、まあある種だから今のこの日本の、まあ普通に生活できるやんか、ある程度。そうですね、はい。っていうところに今乗る前に使っちゃうんじゃないかなっていうのは、すんごい思うね。なるほど。モチベーションという言葉から、ここまで。いや、でも思うよ。だって、うん、そういう人に限って、周りが助けてくれないとか、環境がどうとかっていうわけですけど、はい、まあ、環境を形作るのは自分の行動次第ですから、すごい受験生向けの動画なんか分からへんけど、はい、マジで、モチベーションとかやる気とか言うてる場合じゃない。言うてる場合じゃない。うん。なぜ止まる？そう、なぜ止まる？みたいな、うん。大丈夫そうかみたいな。はいはいはい。確かにな、うん。しかも止まったらまたエンジンかけるのに時間かかるんですよね。そこはだから、走り続けることの理由になるかもしれない。そう、その方が楽やねん。そうそうそう。MT とかもさ、しんどいわけやんか。クラッチ合わせてみたいな。そうですね。ああいうことが起きるから。MT はもう死後やと思いますけど、ね。マニュアル取ってる人いないんで。あ、そうなんや。はい、オートマです。まあみんなオートマなんや。はい。いやでも本来そう、その、止まる方がしんどいんよね。マラソンでも。そうですね。走って止まって、走って止まって。そうですね。それはもう世界がしんどく見えてくるよ。だからまあその一歩でも走り続けるのは大事やから。なるほど。だから毎日ちょっとでも勉強した方がいいし。なるほど。無理にでも。そう。それこそ社会人も絶対土日フル休むよりも毎日なんか仕事した方が楽や、うん。そうですね。うん。だからまあそのあんまオンとオフの切り替えなんてそもそもまあない方がいいと思うタイプやから。なるほど。まあちょっとなんか考え方の話ですけど、まあ参考になったらいいんじゃないですかね。そうですね。ぜひ皆さん、はい。
参考にしていただければと思います。はい、毎日勉強頑張ってください。頑張ってください、はい、はい、ということでですね、現在3万3000人以上の方がですね登録しているポラリスアカデミアの公式 LINE では、9つの豪華特典が無料で受け取れます。弊社のコンサルタントたちによるマンツーマンの受験相談をはじめとして、まあ、すぐ覚え、すぐ思い出せる英単語暗記法とか、あと参考書一覧とか、いろんな特典がですね公式 LINE で受け取れますので、ご登録まだの方は、概要欄の URL からポラリスアカデミア公式 LINE をぜひ友達追加してみてください。またですね、こちらのチャンネルでは逆転合格に関するノウハウ動画だったり、こういった感じのトーク動画、そんなコラボ動画も上がっておりますので、こういった動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録と、その隣のベルマークのクリックもぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。